半世紀生きたもんを働きたくないピルヤンです。おはようございます。8月28日のお昼12時半です。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。じゃあ昼飯でも食べようかなという感じですけど、なんか動くんだるいっちゅうか、もうちょっとしたら昼飯にします。今日のお昼ご飯は牛丼です。昨日買ってたやつです。じゃあいただきます。今、お昼2時なんですけど、4時半にね、あの川西の瀬口のカレー屋にね、店番行かなあかんのですけどね、だるい。行かなあかんと思うとちょっと憂鬱なんですけどね。たこぎうまね、ここを住まわせてもらってるんでね、まあ頑張って、仕事やります。やるぞやる。とりあえず、時間に、店に行くと、まあ、まだちょっと仕事楽なんでね、仕事内容はそんな難しいこともないですよ。下回ってない、仕事内容もそんな難しいこともないんでね、まあ、頑張れてますわ。まあ、このままってこのままの生活っていうわけにもいかんとは、ね、思うんですけどね。回転焼きうめ。まだね、あのカレー屋まで時間あるんでね、ちょっといい天気やし、でなんかここキセラ川西せせらぎ公園っていうとこなんですけど、あのカレー屋の割と近く、歩いて10分ぐらいですかね。なんかフェスをやってるっちゅうんで、まあちょっと気分転換に、行ってみようかなと。じゃあちょっと行きます。それでは今からカレー屋行きます。はい、あ、そういえば唐揚げとタピオカを買ったんですけど、なんか動画撮ってないですね。今日この扇風機持ってきたんですけどね、今日風が時折ちょっといい風が吹いてね、ちょっといまいちこの効き目が分かんなかったですね。風がない日にやるともうちょっとマシかなって感じですけどね。なんか今日はもうよくまあぶっちゃけいらないかって今日は。まああってもなくてもいいかなっていう感じなんですけど、まあそやけど首すぎが引いてるんでね、まあこれで結構暑さしのげてんかなという
感じもしないでもないですけど、はい、結論いまいちよくわかんないです。カレー屋の勤務終わって帰ってきました。それでは動画これで終わります。はい、今日ちょっとカレー屋さんのオーナーさんと、動画撮ったんで、ね、それまた概要欄に、リンク貼っておきますので、もしよかったらそっちも見てください。それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。フィールヤンでした。ではまた。